にします？それとも、あ、うちには私たちだけだから。夢か。あれ、あれ、おはよう、ケイちゃん。何慌ててるの？行ってきます。この状態でやることなんて一つでしょ。ダメだよ。なんでそんな平然としてるわけ？私のおっぱいが小さいからだ。無事しかありませんね。中身はスライムが食べてしまったのでしょうか。1階は調べ終えましたし、一度ホールへ戻って2階へ上がりましょう。ちょっと近づいてくるわよ。2階だ。2階に避難しよう。待って、今助けるから。ケイト、お気に入りの服だったのに残念です。拙者はさらしが切れてしまったでござる。ぬるぬるのせいで下着も透けて見えるじゃないの。くっちゃ。向井君、あなた結局二股してるの？ごめん、それは言えない。それは困るでしょ。いや、覗きの罰は後でちゃんと受けるよ。タオルがずれてきてるよ。でも見たら許さない。見ないけど。サキちゃんにこんなに思ってくれる友達がいてくれて嬉しい。許さない。偶然会ったことに。なんで篠が直也と。いや、サキサキ、これは違くて。そう奪われて、さらに友達に寝取られた。ごめん。なんで女湯にいるの？パンツ丸出して。では私はミリカさんの部屋に戻ります。ごまかしたと言っても、一緒の部屋にいるとバレたらややこしいことに。やっぱりリスクは少ない方がいいかと。今日のミナセさん、なんか変だよ。そんなのダメだ。パンツ丸出して女の子に掴みかかるな。ああ、なんだ、ルイズのやつもう寝てるのか。ずっとこうしたかったんだ。優しくするから、ルイズ。な、と、トモさん。トモさん。私はご主人様だから。私はサイトさんのメイドなので。やっぱりサイトと一緒じゃなきゃ眠れない。抜けがけはダメ。あいにく様ね。夏は島の別荘で過ごすって決まってるのよ。なんだと。真壁君と一緒じゃなきゃ嫌だよ。ナイス小十郎。正宗様が行かれるなら私もつきましてよ。プライベートビーチを文字通りぼっちで過ごすか。二つに一つだ。かくして俺たちは。お待ちしておりました。アキ様、お世話になるわ。ユイサキさん、男子も。はい、アダガキさんと交際させてもらってます。お願いします。取り立てて言うほどのことじゃないと思ったからよ。フリーだけで終わらせてたまるか。カツノ食ってよ。光り輝く俺のパーフェクト。紫外線はお肌の敵ですもの。日焼け止めを塗り直してくださいませ。続けたいならそれでもいいけど、私が求めることは変わりないわよ。頑張ってね、ダーリン。オリブラ君、困ります。こんなとても魅力的。君は残念です。外してしまいましたわ。では別れろ。オリブラ君、一緒に頑張ろう。分かんないところ教えて。私もあっちに行きたかった。こういう時はエリートである我が身が恨めしいですわ。どういうことだ。何照れてんのよ、あんた。別に照れてねえぞ。イリスにも美味しいものがあることを納得していただけませんと。それじゃあこっちから。いかが。私のはこれだ。おお。じゃあまあいただきます。あ、うまい。本当にうまいな。ホーキー、食べなくていいのか。こいつらが仲いいのよ。そうですわ、やり直しを要求します。じゃあ早速。はい、酢豚食べなさいよ、酢豚。いちかさん、サンドイッチ。
これはまずい。今すぐ部室に来なさい。拒否すればこの写真をケーキ君の実名。そもそもこんな写真いつの間に。来店5秒でお出かけなんてひどい。ちょっと何言ってるのかわからないんですけど。というわけで私もメイドになってみたわ。俺が開けますよ。鍵はどこですか。できればその早くしてもらえると助かるわ。一時はどうなるかと思ったわね。そりゃあ。はい、消去。ケーキ君は私のご主人様になってくれる。え、そういうのは愛がないとダメなんだ。